一丁上がり。おお、振り袖。みんなで振り袖で初詣に行けるなんて嬉しいな。本当、愛が着付けをしてくれたのがなおさら嬉しいわ。はい、花夜の着付けも完成。ありがとう、ハイさん。こんなに綺麗に振り袖を着せてもらえて嬉しいな。アイちゃん、着付けができるなんて聞いてなかったぞ。そうだっけ？おばあちゃん譲りの着付け術だよ。浴衣から始めてちょっとずつ覚えたんだ。最後の着付けはズラ丸ちゃんだね。さ、おいで。ちゃんとみんなみたいに振り袖着られるのかな。アイさん、お願いします。確か帯は緩んだら大変なんだよね。マルも頑張ってお腹へこますね。ぎゅうぎゅう締めればいいってもんじゃないし、そんなに気合い入れなくて大丈夫。でも力がかかるからまっすぐ立っててね。うん。最初の一巻きをきっちり締めて。どう？あれ、あんまり苦しくないでしょ。楽しいお正月に苦しい思い出なんて残したくないもんね。あたしがたっぷりハッピーなお正月にしてあげるから、アイさんに任せて。おー、アイさんは着付けにもちゃんと愛がこもってるんだね。アイさんだけに頼もしいぞ。お、花丸ちゃんやるね。帯の端をこうやってリボンにしてっと。はい、完成だよ。できた。丸もみんなみたいに振り袖着られてる。すっごく素敵。花丸、鏡を見てみなさいよ。これ、本当に丸なの？日本のお城に住んでるお姫様みたいつれ。正真正銘のズラ丸ちゃんだよ。ほっぺつねって夢じゃないか確かめてあげようか。嬉しい。アイさん、ありがとう。アイちゃんのおかげでみんなお姫様気分だね。うんうん、町娘の愛さんがみんなを可愛いお姫様にしてあげるからね。町娘？今の愛はとても町娘には見えないけど。え？なんで？だって愛さんはとっても振り袖姿がよく似合ってるから。マルたちの中でもとびきり綺麗なお姫様ずら。な、何？そういう反応期待してたわけじゃないんだけど。照れてるところは可愛いね。こらこら、早く初詣に行くよ。